こんにちは、メアリリードです。アンボニーだぜ。さてさて、ハンザ同盟の歴史を語る解説シリーズ第2回目だ。ハンザは中世の北ヨーロッパに大きな経済圏を作った都市連合体で、前回はその中心となる都市ドイツのリューベクができる過程の話をしたのよね。だな。そして今回はその続き、いかにしてバルト海沿岸にハンザを構成する土壌が生まれていったのかを解説するぜ。その言い方だと今回も完結しなさそうね。ママこの際気の長い人だけ付き合ってくれればいいかな。というわけで始めるぜ。あいあいさ。前回はローマ時代からドイツ西部を境に分断されていた世界ヨーロッパの範囲が広がっていく過程を紹介した。中世前期から中期にかけて主にドイツの地域を開拓していったのよね。で、1143年にそのフロンティアにリューベク市が建設されたと。だな。しかしここでバッはできても、それだけで後世の巨大な経済圏が生まれるわけじゃなかった。リューベクの建設が12世紀の中頃だが、ハンザが全盛を迎えるのは14世紀に入ってからだ。つまり約200年くらいは下積みというか、商業活動にも段階を経た進歩みたいなのがあったってことかしら。そう、その過程を示すのが今回のテーマだ。まず中世の商人というのはどういった存在だったかおさらいだ。ローマ帝国が健在だった頃は治安は安定し、帝国中に張り巡らされた街道を2馬車が通行していた。遠く離れた場所の品物が帝国内では簡単に手に入れることができたのね。しかし帝国の秩序が崩壊すると治安の悪化、領地の分断により輸送が困難となる。結果物流は停滞し、物価は上がって商業活動は著しく低下した。意外にも地中海沿いでは海運は変わらず活発に行われていたが、停滞はヨーロッパ北部でより顕著だった。そうなると遠くの商品が手に入らなくなって、必要なものは自給自足しなくちゃいけなくなるのね。ああ、定住者の行う商売といえば、地元の農民が作った農作物や簡単な日用品を近くの都市の市場で融通し合うような地産地消の経済が基本となる。そんな中、遠隔地の物品を扱うのは遍歴商人と呼ばれる人たちだ。いわゆる旅の商人ってやつね。ドルネコみたいな。彼らは移動生活をしながら商品を仕入れ、別の場所に持って行って売り歩いた。中世の職業商人といえばこういう人たちだ。ふーん。でもそういう人たちはどういう経緯でそんな生活を始めるのかイメージ湧かないわね。遍歴商人たちの生活がどういうものだったか詳しい資料は乏しい。だが11世紀の聖職者聖ゴドリクは遍歴商人だった。その半生が伝記として残っている。ほう。それによると、ゴドリクはイングランドの貧しい農家に生まれ、年端も行かない頃から自分で生計を立てないといけない境遇になったという。うん、親が死んじゃったとかいなくなっちゃったとか、そういうことかな。はっきりはわからない。だがわざわざ故郷を離れて不安定な生活を送る商人たちは、そうした訳ありの人たちが多かったのは想像に難くないな。何かしら地元では生活できない、もしくはいられないって理由があったのかな。で、少年ゴドリクは浜辺に漂着したものを拾っては生活の足しにしていたようだ。歴史家ピレンヌによると、それはあらゆる時代の数多い他の貧しい者たちと同じだそうだ。やっぱり生きるだけでも大変な時代だったのね。ある時何か価値のあるものを拾う幸運にでも恵まれたのか、彼は行商人となって安物商品を売り歩く遍歴商人となった。商売のポイントは、ある地域では価値のないものでも別の場所では高く売れる場合があるということだ。物流が死んだ世界だとなおさら他の地域の品物なんて貴重だもんね。そんな事情もあって、商売を専業とする者が各地を移動することになるのはごく当然の流れだな。ゴドリクは少しずつ小金を貯め、いろんな町の市場を回るうち、ある商人団の一員となる。彼らはやがて資金を貯めて同業者組合の仲間入りを果たし、共同で資金を出して一隻の船を手に入れた。そしてその船に商品を積み込み、イングランド、デンマーク、フランドル地方の沿岸部へと商売の手を広げていったという。へ、すでに物語になってもおかしくないわらしべドラマね。この伝記はただの一つの例でしかないが、産業が停滞した中世ヨーロッパでの商人の姿というのがなんとなく見えてくるよな。
ちなみに、こんな調子で大成功し、裕福になった幸運なゴドリクは、ある日、神の恩寵に心を動かされ、一切の財産を貧者に分け与えた後、隠者となって、神に祈りを捧げることに、残りの人生を費やした、とのことだ。せっかく成功したのにもったいなくない？キリスト教カトリックの世界では、蓄財は悪徳という意識が根強かったからな。14世紀のイタリアの大商人、フランチェスコ・ダティーニも、商売で大きな成果を出しながら、同時に、罪の意識と神罰への恐怖に苦しんでいたことを示す日記兼帳簿が残っている。大量に残された、彼の几帳面な帳簿の最初のページには必ず、父と子と精霊とすべての聖人、天使の名においてとか、神と利益の名においてとか書かれていたという。真面目な人たちは大変ね。私たち海賊でよかったわ。だからこそ、後に蓄財 OK としたルター派プロテスタントに鞍替えする商人は多かったし、これがブルジョワと支配階層の宗教対立につながっていくんだが、それはまた別の話で。とまあ、こんな調子の中世の商人だが、このゴドリクの時代以降は、カオスだったヨーロッパも少しずつまとまってきて、商売に活気が出始める。先見性のある有力者たちは、商業の振興が自らの勢力強化につながると期待し、都市を建設しては、そこに出入りする商人に特権を与えて優遇した。そんな世界で、12世紀に北部ヨーロッパのフロンティア最前線に建設されたのが、後のハンサの中核となるリューベクってわけね。リューベクが建設されたことで、ヨーロッパ人にとって遠い存在だったバルト海の経済圏が視野に入ってきた。なお、ここからはキリスト教化されたこの辺の人たちをまとめてドイツ人と呼ぶことにするぜ。前回はザクセン人とかベンデ人とか民族ごとに呼んでたわよね。ああ、しかしこの段階である程度共通の文化を持った人たちと前提してひっくるめてそう呼んでいく。さて、ドイツ商人にとっていよいよ進出が可能になったバルト海。しかし、その海域は彼らにとって未開の地で、異民族、異教徒が往来する危険な場所でもあった。そもそも、なんで危険を冒してまで進出しようとしたのかしら。それは、バルト海の向こうにはリスクを冒してでも手に入れたい価値ある商品があったからだ。価値ある商品？つまり、毛皮だ。当時のヨーロッパの王侯貴族には毛皮の需要が非常に高く、商人たちにとっては危険を考慮に入れてもそれに見合う魅力があったんだ。ふん。でも、以前の動画では、ハンサの主力商品は、食料とか資材とかの日用品が主だったって。それは、あくまでも、後世、経済圏が安定してからの話だな。最初の取っかかりが山市の一攫千金狙いってのは、どこの開拓事業でも同じ現象さ。で、どうやってロシアまで行くの？ロシアで取引をするには、大きな町であるノブゴロドが最適だ。一見内陸に見えるが、ノブゴロドは海と川と湖でつながっているから、水路で直接到達できる。なるほど。しかし、当時の航海技術では、リューベクからノブゴロドまで一足飛びに到達することはできない。途中で寄港して補給する必要があったが、後にハンザ都市が発達するバルト海南岸地域は、この時点で未開発で、基地にできるような港町はなかった。となると、そこで目につくのが、バルト海の真ん中にある島、ゴートラント島だ。この島は、以前からバイキングが交易拠点として、ビスビの町を建設していた。旧モンドチャンネルで解説した、東に向かったバイキングたちかしら。そう。ロシアのスラブ人その他と同化して、バリャーグと呼ばれた彼らは、ロシア内陸、現在のウクライナまで、独自の経済圏を確立していた。そっか。だからそれまでも、彼ら経由でロシア産の品物が、ヨーロッパでも知られていたってことか。じゃ、そのビスビの町を使わせてもらえばいいのね。だが、そう簡単にことが運ぶものじゃなかった。やっぱり。ここに住むバイキングの末裔たちには、ヨーロッパ的な社会常識というものが共有されていなかった。もともとは、別の文化圏の人たちだもんね。まず、現地の人たちにとって、異邦人であるドイツ人には、法による保護が適用されなかった。もちろんバイキング社会でも、犯罪行為の禁止や罰則はあったが、それが適用されるのは、同胞に限られる。つまり、異民族は、奪われても殺されても、それに対して文句を言うことは、できなかった。ああ、フィンランドサガにも、王による法の保護を剥奪される、平和喪失系、ってのが出てきたわね。また、彼らには、所有権、の概念がなかった。というと？つまり、持ち主の手を離れたものは、誰のものでもない、という感じで。例えば、船が難破して、荷物が浜辺に漂着した場合、拾った人が拾得するのは、当然の権利と考えられていた。
持ち主に返却する義務はないってことね。これは戦国時代の日本にも似たような決まりがあって、1596年土佐にスペインのガレ温泉サンフェリペ号が漂着した際、積み荷がその地を治める長宗我部家に没収され、それに対しスペインが抗議して国際問題に発展したことがある。長宗我部の立場としては劣気とした開示法に基づいた対応でも、スペイン側では不当な接収に移っちゃったということね。こんな感じでドイツ商人のバルト海貿易は不安要素が大きすぎた。襲われても法の保護はないし、海難事故があれば財産を全て失うことになりかねない。実際ビスビではドイツ商人と現地人とのトラブルが絶えなかった。これじゃ商売の発展も妨げられちゃうわね。そんな時、この状況を変えるためにリューベクの発展に尽力したあの大物が登場する。ドイツ商人は不安よな、ハインリヒ動きます。シスちゃん。というわけでザクセン大公ハインリヒ四世公が朝廷に乗り出した。そもそも商業振興による事業の発展を願ってリューベクを建設したんだもんね。こうして1161年ゴートラント島を訪れるドイツ人、リューベクを訪れるゴートラント住民はお互いに平等な通商特権を与えられると定められた。ちゃんとドイツ人だけじゃなくて相手の方にも利益があるようにしたんだ。取り決めの内容は財産や身体の法的保護、都市における免税、それと相手の土地で死亡した場合の遺産の保護を定めたものだ。ま、国際的に平等な商取引をするための基本的な前提ね。そして後のハンザにとって重要なポイントが、ゴートラント島に赴く商人団の結成を公的に承認し、その団長には四世公により司法権の全面的な委任が明記されたことだ。わかりやすく言うと、司法権は法律にのっとって裁きを下すという強力な権限だ。当然王や貴族、教会といった支配者の持つべきものだが、遠隔地の商売の場合、統治で起こった問題をいちいち君主に持ち込んで裁いてもらうなんてのは現実的じゃない。確かに。だから刑の宣告を含めた裁きの権限を商人団のリーダーに与えるというものだ。必要上とはいえ、一回の商人に君主の権限を委任するというのは大きな転換点だと言える。これはある種の独立的主権を持った公的な商人団体の始まりであり、この精神が後の大勢力ハンザの資源である、てな感じのことを高橋治氏は著書の中で述べているぜ。歩兵法の問題についてはビスビにリューベクの都市法を手本としたものが導入された。そしてこれには教会の支援もあった。なんで教会？前回も話したが、ヨーロッパの世俗権力が進出していない東方ではキリスト教会のみが唯一の権力組織と言ってよかった。異教徒を改宗させることで現地の原始的な慣習法、例えば復讐での殺人は許容されるとか、訴訟では熱心と鉄の棒を掴んで火傷が軽い方の訴えが認められるとか、そういうキリスト教圏の文化とは相入れない考え方を脱却させるという点でも商人にとって教会の活動は役に立った。そのため商人も教会に積極的に協力した。教会としては布教が成功すれば万歳だもんね。しっかりと定着するには時間がかかったようだが、ビスビにおける法制の整備は商人たちの活動を安定させることにつながる。ビスビに輸入されたリューベク法と呼ばれる法体系はその後に開発されるハンザ都市にものれん分けのように次々に導入されていくことになる。共通のルールを持った都市同士だとお互いに交流で戸惑うことも減りそうだしね。こうしてドイツ商人が安心して進出できるようになったゴートラント島の都市ビスビは次第にドイツ商人が中心となり、毛皮貿易の中継地点として発展、ハンザの重要な拠点の一つとなる。商売の拠点を一つ広げていくだけでもいろいろ大変なものなのね。ただビスビの場合は毛皮貿易の中継以外には特に産業があるわけでもなく、後のハンザ経済圏の中での立場はそれほどでもなかった。ハンザの本業は各地に拠点を増やし、網の目のように北ヨーロッパの流通を牛耳ったネットワークができてこそのものといえる。さてリューベクを優遇し後の成長を期待していたハインリヒ四世公だったが、ある時期から神聖ローマ帝国の皇帝といざこざが起こる。一応皇帝はハインリヒの上位君主ってことになるのよね。当時の皇帝はバルバロッサことフリードリヒ一世。フリードリヒは長年皇帝に協力的だったハインリヒ四世公に好意的だったが、1174年皇帝に逆らうイタリアのロンバルディア同盟に対する軍事遠征に関しては四世公は従軍を断った。
あらまあ、まあ、自分と関わりの薄いイタリアでの戦争なんて乗り気じゃないのはわかるけど。獅子講の不参加の理由は、東のスラブ人地域との境界の対応に手一杯だからという理由だったが、これまで多くの戦法を遂げてきた獅子講を欠いた遠征で、皇帝はロンバルディア同盟軍に見事に完敗。神聖ローマ帝国の皇帝が市民に負けてしまった形だ。あらまあ。すると皇帝は、自分に協力しなかった獅子講がだんだんムカついてきた。え？一度マイナスの感情が芽生えると、北方ですくすくと勢力を広げる獅子講に対する皇帝の敵外心は増加。ザクセンの増長に嫉妬する他の諸侯と合議を開き、ハインリヒ獅子講を皇帝に対する不服従の罪で追放刑にしてしまった。出る杭はぶったたかれるのはいつでもどこでも同じね。こうして獅子講が失脚すると、彼の保護下にあったリューベク氏は皇帝の支配下に入ったが、当のフリードリヒ一世はリューベク氏に特権状を与えてハインリヒ獅子講時代の権利を継承したが、この年にはあまり関心を向けなかった。そうなの？これから発展しそうだって獅子講は見てたのに。当時のリューベクはまだまだ発展途上で、貿易から上がる関税も微々たるものだった。うん、将来性を見越す能力では獅子講の方が上だったのかしら。歴代の神聖ローマ皇帝の関心はドイツよりむしろ暖かくて、地中海貿易もあるイタリアにあったからな。あまりしっかり北ドイツの可能性を見ていなかったのかもしれない。で、リューベクは皇帝直轄地でありながら、実質は現地を治めるホルシュタイン伯爵に任されて半ば放置プレイ。挙句に伯の私的な戦争に付き合わされたりしてうんざりしていた。宝の持ち腐れってやつね。こうしてもやもやしていたリューベク市民だが、時代はだんだんと進んでいた。1220年代になると、エルサレムからやってきた駐屯騎士団、改めドイツ騎士団がドイツの東方に進出。ああ、エルサレムは1187年にサラディンに奪われちゃったのよね。彼らが参加し、キリスト教の伝道と征服を兼ねた北方十字軍が活発化する。これは異教徒の原住民にとっては災難だが、ドイツ商人にとっては東方にビジネスチャンスが生まれるということでもある。そこでリューベク市民は独立と自由を勝ち取る時だと決心。さらに状況も味方していた。ほう。東方でのキリスト教伝道を頑張っているドイツ騎士団の発祥は、十字軍運動に合わせてエルサレムのキリスト教徒のために設立した病院だったんだが、もともとその組織はリューベクやハンブルクの商人が設立したものだったんだ。へ、じゃあリューベク氏とドイツ騎士団は浅からぬ関係だったってことね。そして当時のドイツ騎士団の団長ヘルマンは皇帝フリードリヒ2世の親友でもあった。これは意識高い系が喜びそうな人脈。かつてリューベクを放置したフリードリヒ1世と比べても、2世は新種の気象に富んだ英明な君主と目されていた。1226年、リューベクの市民代表団は聖職者を伴い皇帝の元を訪れる。そこにはドイツ騎士団の団長ヘルマンも来ていたらしい。市民の要請により、皇帝は改めてリューベクの特権を認める確認状を発行し、リューベクは皇帝というより帝国直属都市として、帝国以外のいかなる君主の支配も受けないと保証された。微妙な言い回しだけど、リューベク氏はどんな偉くても個人の所有物ではないとされたわけね。ああ、帝国直属といってもある程度の税さえ納めれば、政治行政はほぼ完全な自由と言ってよかった。じゃあもう現地のホルシュタイン伯とかの言うことも聞かなくていいってわけだ。そう、これは事実上の自由都市だ。フリードリヒ2世もこの年は勝手にやらせた方が帝国の利益になると理解していたのだろう。さすが別名世界の脅威。余談だが、このフリードリヒの処置には彼のしたたかな計算も含まれているように思う。というと？今までの状態だとリューベク氏は当地のホルシュタイン伯、その他権力者の意のままにされてしまうこともあり得る。皇帝は結構内輪の反乱に悩まされてたりしたものね。ザクセン公とかも言うこと聞かなかったりしたし。だがリューベクを帝国都市と明確に位置づけることで、近隣諸侯にしれっと取り込まれてしまうことを防ぎ、同時に周辺に皇帝の睨みを利かす見張りにもなるし、諸侯が連合するのを防ぐ楔の役割を果たすことにもなる。なるほど、リューベクを名目上は帝国直属、実質は自由都市にしておくことはフリードリヒ2世にとって二重三重のメリットがあったと考えられるのね。だな。できる人間というのは一つの行動にいくつもの目的を込めるものさ。さすが世界の脅威。リューベクが自由都市としての歩みを進める傍ら、さらに東にはいくつもの新都市が建設された。
1218年頃には、リューベクから 120km ほど、東にロストクが誕生。都市特権、つまり、都市法を得て法的な都市となったのが1228年だ。そこも、西方からの移民によって作られたの？都市建設の中心はそのようだが、現地のスラブ人の君主もこれを歓迎し、多くの地元民も参加。比較的、平和裏に同化が進んだようだ。ロストクでは、原住民の権利もそれなりに認められたということで、現地のスラブ人、ベント人のための代官も置かれていたとのことだ。へ、現地の人が多かったってことは、商業専門の都市ってわけじゃなかったのかしら。ああ、中継貿易に重きを置いたリューベクと違い、手工業も盛んで、ビールなどを醸造し輸出していたようだ。また、15世紀には大学も設置され、ハンザ圏の重要な学府として機能した。へ、さっきのビスビよりも、ちゃんと都市として機能していたのね。ほぼ同時期に、リューベクとロストクの間に、ビスマルという都市も作られた。こちらもロストクよりも、さらに工業が盛んで、ビール醸造をはじめ、造船業、その他パンや、製粉、釘、帽子屋などなど、いくつものギルドの存在が確認できる。ビール作りに欠かせないホップは、別の地方から輸入するなど、れっきとした加工製造業の体を成していたようだ。どの都市も港を作るのに、最適な地形って感じだね。これらの都市は、リューベクから法体系を輸入し、初期の住民も、リューベクからの移民が主だったので、リューベクの娘都市とかいうことになる。君主から、都市法、つまり、都市独自の特権を与えられることが法的な都市の一つの基準だってのは前回言ってたね。もちろん、同じ都市法の系列とは言っても、内容は、必要に応じて変えられたとのことだが。ただし、元になった都市と主従関係のようなものはなく、あくまで立場は対等だった。そういう意味じゃ植民地ってイメージではなかったのね。一方、現在のポーランド伊東の沿岸部に整備された系にヒスベルク、リガといった都市も後のハンザの一員として加えられる。その辺もリューベク系の姉妹都市かしら。いや、これらはさっきの都市ほど平和的に作られたものじゃなかった。もともとは現地人の集落があったようだが、13世紀初めに北方十字軍の征服によって軍事拠点兼植民都市へと整備されたものだ。ああ、まあなかなか殺伐とした過程だが、その辺はまた別の機会に解説するかな。こうした都市もバルト海貿易に大いに関わり、ドイツ騎士団がそれを管理した。というか、ドイツ騎士団自体ハンザの構成員の一部だったという見方もできるかな。あんまり解釈を広げすぎると後で泣くよ。こうして12世紀半ばのリューベク建設に続き、13世紀の前半にはバルト海地域に後のハンザの中核となる都市群ができていった。そしてこれらのネットワークをつなぐ商人集団が後のハンザを形成していくのであったのぜ。とまあこれがバルト海域におけるハンザの主要都市ができていった背景だぜ。っていうか第2回目なのに、またしてもハンザができる前に終わっちゃったよ。いや、実際には、時系列的には、商人たちは活動し続けてるし、なんなら、西のイングランドやフランドル地方にも、すでに進出してるんだが。あんまり、話がごっちゃになるとあれだから、今回は、バルト海のハンザ都市についてだけ話したぜ。このシリーズ、完結するのかな？まま土台はできたし、次回からはいよいよ、ハンザ本体について語っていく、かも。とりあえず今回押さえたいのは、中世のはみ出し者の遍歴商人から、法によって保護され権限を与えられた商人集団という存在が生まれたこと。ドイツ人が主体となる都市がバルト海沿岸にいくつも誕生したこと。つまりは共通の価値観や利害を持った町々を力をつけた商人集団が行き来するネットワークの土台ができたという感じかしら。そうだな。っていうかこんな地味な歴史動画面白いか？知らん。ま、暇を持て余した水郷な人は次回も見てくれよな。ってわけで、今日はこの辺で。お疲れさん団中。それでは今回のご視聴、ありがとうございました。